はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、プラネットクラフターなんですけどもね、実はね、ちょっと今裏でね、作業をしている時にですね、あれ何これっていうね、ちょっとびっくりするものを発見したので、急遽動画を撮っております。ということでね、早速ね、何に驚いたのかということでご紹介していきたいと思います。さあ、じゃあね、行きましょうかね。もうね、サムネタイトルにあると思うんですけどもね、なんかね、秘密のね、場所みたいなのを見つけたんですよ。うん。で、場所はね、ここなんですね。この第一拠点が、まあ、ここですね、ここですね。第一拠点が、こうあるじゃないですか、ここね。うん。で、ここをね、ちょっとなんか解体とかなんかいろいろしようかなと思って、このね、解体のね、このツールにして、こういろいろこうやってたんですよね。で、なんかふにゃふにゃこの解体のツールのままね、ここずーっとこう来たら、これ行きますよ。行きますよ。あれ、どこだったかな？あ、これかな？ほら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 。これわかります？これ。ここにね、なんかね、ほら、ナンパ線っていうのが出たんですよ。これ。そう。でね、これなんだこれと思って今ちょっと急にね、動画回したんですけど、これ行きましょうかね。行きますよ。解体。来た。中に入る。ちょっと待って。おー！なんかある。これ開けてみましょうか。お、すごい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 。何これ？パルサークォーズ。これめちゃくちゃお宝じゃん。ちょっと待ってよ。ここに、これ、なんか、これ誰かが、ちょっと待って、このメッセージ。あなたは私をここで台に送りました。え？まあまあ、ちょっとこれ翻訳ね、これ英語の文章を見た方が多分いいと思うんですけど。うん。シャオダン。3056年。これ多分、まあ、隠し部屋ですよね。これ他にも行けるとこないんだろうか。ないか。ないですね。そう。で、まあなんかこう隠しアイテムみたいな、いうことになってますよね、これね。これなんか絶命しちゃった人が、こうなんかメッセージ残して、宝物があったみたいなね。うん。今ね、これまあ自分の場合はね、ステージが進んでて水の中なんですけど、もうここですよ。ね、ここをね、初期の地点で始めた人だったら、多分こう歩いてきてね、こっちのこの壁ですね。で、もう一回やると、ここですね、ここでね、この解体ツールで、なんか表示が出たところですね。はい、ここです。まあそんな風でね、ちょっとこれあれだな、こういう要素もあるんだったら、これからこれあれですよね、こうやってね、解体ツールで、いろんなとここう見ていかなきゃいけないですね。うん。隠し部屋というか、隠れ場所というか。うん。なんか他にもなんかありそうですよね。そう。こうね、なんかついついね、こうね、見ていきたくなっちゃう。っていう感じですよ。まあ、このアイテムがね、まあ、ちょっとそのね、ゲームのその進行具合というか、進み具合によってね、うん、貴重かどうかっていうのは人それぞれかもしれないんですけど、はい。こんな感じで、隠し部屋というか、なんかナンパ線って書いてありましたね。うん。ということでございました。はい。まあ、ちょっと今回はね、ご紹介ということで、まあ、短い動画なんですけどもね。はい。まだね、あそこ行ってないよって方はね、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。はい。というわけでございましてね、今回ここまでとなります。それじゃあね、また、次の動画でお会いしましょう。